こんにちは。三兄弟二郎です。えー、この、このトイレですけども、こちら、節水型トイレになってまして、えー、20年使用したあの、普通のトイレからあの、今回、まあ、これ、えー、節水型にして、もう1ヶ月半ぐらい経つんですけども、えー、その時に、えー、ね、20年前まで使ってた時に、えー、 使っていたあのね、ラバーカップ。それが、こちらの商品なんですけども、ええー。これをあの、実は、つい、10日ぐらい前に、使わなく、えー、使わなければいけない状態になったので、これをね、使って、ちょっと、詰まりみたいなものをこうね、解消しようと思ったときに、実はこの節水型トイレと普通のね、トイレでは、 この形状が合わないことに気、気づきました。はい。ね、この節水型トイレね、こんな感じになってると思うんですけども、これね、普通の、えー、ね、ラバーカップですとこうね、置いた時にこの隙間ができてしまう、このね、この下の方、これ下の方やると上の方開きますし、このね、上の方やると、この下の方が、 ね、隙間ができて、このね、全然、すっぽんすっぽんできない、えー、ね、そういう状態になります。ということで、ね、この最近、節水型トイレにした方は、この昔のラバーカップの形状が合わないということを、えー、理解していただきたいなと思います。ということで、まあ、これ、ちょっとね、こういった形状で少し、 高かったのかなと思うんですけどもね。洋式トイレ用って書いてありますけども。ちょっと値段はいくらだったか覚えてないんですけどもね。えー、で、今回ネットで買ったんですけども、これ1300円ぐらいで,ですね。アマゾンで購入したこのね、この帽子のつばみたいなやつがついてることによって、このね、 あそこの形状にぴったり合うようになってます。まあ、どんな節水型トイレの形状でも、えー、バッチリ合うっていうか書いてあったので、えー、期待して買いました。ということで、えー、これを使うとこうね、すべて、ね、すべてこの、こういった状態でなるので、こうね、ポッ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 とできる状態です。まあ、でもこの、 何も詰まってない状態ですと少しね、スカ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 ってなるんですけども、もしこれが詰まって、水かさの方がね、だいぶ上の方まで来た時はもうすごい、きちんと密閉して、ね、スポスポできると思います。えー、実はあの、えー、最近10日前に積も、えー、詰まった原因といいますか、ちょっと流れが少し残ってる状態の、なったのはあの、なぜかと言いますとあの、ね、 えー、胃がん検診でバリウムを飲みまして、そのバリウムを飲んだ次の日のね、ちょっと大きい方なんですけども、それがあのね、下の方に残ってたので、それをなんとかこうね、バッと流したかったので、えー、買ったんですけども、えー、その時はあのね、まあ、詰まりはない、なかったんですけども、そこに下に沈殿してしまうので、ね、比重が、 結構高いので、えー、比重が重いっていうんですかね。水より重いので、下に沈んでそれがうまいことね、流れていかなかったので、えー、まあ別にこれでなくても、まあ大丈夫だったんですけども、結局ね、何回か流してる間に、えー、なくなってきたので、えー、でも本当に詰まった時はね、普通のラバーカップでは合わないということは、えー、覚えておいた方がいいと思います。いざという時に、ね、詰まりが、 えー、解消できないということで、この節水型トイレに変えた人は、早めにこのラバーカップを、えー、ね、買っといた方がいいかなと思います。アマゾンで1300円ぐらいで売ってます。えー、で、えー、このね、普通のトイレとこの節水型トイレ、まあ、どっちの方が詰まりやすいかと言いますと、えー、前のトイレの時もあるのね、 結局、えー、この、バリウムの、ね、飲んだ次の日の大きい方は流れなかったです。えー、今回、節水型もね、流れなかったので、だいたい一緒ぐらいで、今まで前のトイレで詰まったことは、え二、ー、回ぐらいありました。えー、それは多分、ちょっとトイレットペーパーの、こうね、 溜めすぎで流したのが原因だと思うんですけども、それはまあね、私が詰まらしたわけじゃないんですけども。で、今回1ヶ月半使ってみまして、まあ詰まったことは節水型トイレはないです。ただバリウムのね、飲んだ次の日の大きいやつはちょっとね、下の方に溜まってしまって流れないっていうことはあったんですけどまあ流れ自体は普通にあるんですけどただね、 この下に溜まった沈殿した大きい方ちょっと流れなかったということで、私の感覚的にはあの節水型トイレもえ普通のトイレも詰まりやすさというか詰まりにくさというかまあそういったものは一緒かなと思います。ただ水の流れ量はあのこの節水型の方がでもだいぶ少ないですね。感覚的にはね、 ま、実際この測ったリッター数っていうのはあの、カタログを見ればわかると思うんですけども、感覚的には大体3分の1ぐらいの量で流れる、流れていっているのじゃないかなと思います。あのね、えー、タンクに溜まるね、水の速さがね、速いので非常に節水型の方は、えー、ということはタンクに溜める水が少なくて済むということになります。えー、ということで、この節水型、 トイレにした方は、なるべく早めに、このね、まあよく詰まる人対象ですけれども、えー、このね、節水型用のこのラバーカップ、それを早く手に入れた方がいいと思います。では、また